一ついいところですね。次がゴールドアリュールでございます。こちらももう、99年生まれなのでもうすでに17歳と、ほぼ高齢馬、もう、ベテランの域も超えてくるような年になってきました。守護馬になると大体18歳になると高齢馬ということで守護馬としての保険に入れない年になるんですけど、まあ、それにもう来年から入ってくるということで、もういよいよそういう、年代になってきたなというところです。成績見てもですね、これも毎年ダートで、去年はちょっと、ダートサイヤーランキングトップにはなれなかったですけど、それまでずっと本当トップになるか、まあ、キングカメハメハにちょっと負けるかっていうぐらい、すごい活躍は出してましたし、まあ、振り返ってもS4RCから、スマートファルコン、クリストライト、もいますし、もっともっとたくさんこれからも出てくる、ところであるとございます。ですから、まあ、ダート馬といえばゴールドアリュールの子ということで、まあ、一番買いやすい守護馬かなと思います。特にディープインパクトと戦わなくても済むので、ダートに特化するっていうのは一つ出資する上で、とにかくダートであろうが芝であろうが準オープンとか、G3 ぐらいまでは賞金は要は変わらないわけですよね。芝の500万下を勝とうがダートの500万下でやろうが1000万特別でも賞金は変わらないので、それだったら相手関係が楽な方が可能性は高いっていう、まあ、理屈を考えると、まあ、ゴールドアリュール、まあ、ディープインパクトぐらいダートでは活躍してるわけですから、ゴールドアリュールを買うっていうのはまず間違いない選択かなと思います。そんな中でファンドリオボッコの子ですね、アクティビューティーの妹が募集されてますから、まあ、すでにダートの重賞勝ち馬を出してるお母さんとの配合ですから、写真も見る限りしっかりしてダートでちゃんと走れそうっていうような馬でございますから、まあ、その辺も、まあ、確実に送りバントなのにホームランにできるっていうような、確実なのに大当たりっていう、そういうところを狙えるのがゴールドアリュールですから、ぜひ、ご検討ください。はい、ありがとうございます。